大鳥茶屋店は、埼玉県区市和紙宮一丁目にある飲食店である。区市商工会は趣味屋市所が運営をしている。旧称は、大鳥茶屋和紙宮。区市和紙屋地区は、和紙宮神社の鳥居前町として、多くの人が訪れていたものの休憩所がなかったため、かねてより、それらを要望する声が多くあった。そこで、要望に応え地域の活性化を図るために、 和紙谷神社の鳥居前にある、使用をやめていた、築110年の酒屋店舗を、和紙谷町商工会が主体となり活用することとなった。開業に先立ち、建物の修繕、改修を行い、2004年の大晦日に仮開店、2005年3月27日に正式に開店した。店舗の横には掲示板があり、和紙谷商工会からの情報、案内も掲示されている。 2007年12月2日には、同年放送のアニメ、ラキスタにて、旧ワシミヤ町内が、舞台モデルの一つとなったことが縁となり、行われた、ラキスタのブランチ公式参拝員ワシミヤの、会場の一つとなった。2010年5月5日には、ミニ FM、ラジオワシミヤの初放送が行われた。当初はこの日限りの予定だったが、これ以後も、定期的な放送が続いている。 2017年2月11日に一旦営業を終了。管理者を変えて2018年11月15日で再々開店した。右の建物が大鳥茶屋和紙宮。アニメ、ラキスタのオープニングでは、この画像とほぼ同じアングルを元にした背景画が使用された。2007年12月、ラキスタのブランチ公式参拝員和紙宮で初披露され、 大鳥舎や和紙のみや入り口横に設置された石碑。建物は2階建てである。1階は飲食、物販スペースとなっており、地元物産品、手工芸品の展示販売や、和菓子や地域特産品であるそばなどの飲食物の販売を行っており、アンテナショップとしての役割や、地元商店の新商品の試験販売の場ともなっている。また、 店舗建物にある縁側にて飲食することも可能。前日のラキスタイベント開催中には、店の飲食メニューの一部が一時的にラキスタにちなんだものになり、同時に作品にちなんだ新メニューが登場した。その後、町おこしを兼ねて、一部の飲食メニューの名称が恒常的にラキスタにちなんだものとなり、物販スペースではラキスタコラボ商品の販売が行われるようになった。 2015年8月には改装が行われ、古民家レストランを鳥茶屋として再開店。昼は生姜焼き定食や唐揚げ定食などを中心とした和食レストラン。夜は埼玉県の地酒を中心としたバーとして営業してきた。2018年11月に大鳥茶屋店として再,再開店。メニューはおでんと田楽を主に代わり種として、改装ラーメン、軽食がある。 2階は古典や会議、イベントスペースとして使用できる。かつて1階に展示されていた、ラキスタ関連の記念品や寄贈品のほか、北海道大学、観光学高等研究センターによる町おこしに関する研究発表もパネルで展示されている。また、ラジオは趣味屋の放送が毎週日曜日に行われている。2013年10月からはニコニコ生放送での、 同時配信を開始した、ありがとうございます。